サツキショートライアルスプリングステークス、上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のヒップスペンス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。オスモブッドで先頭を伺います。アレン・オブ・ミランテ先行体制です。内に4番ヒップスペンス、一馬審査追走。6番ベズメン・ミーに、内に5番チャンネル・コンデル、ファンタシーほど遅れて。ロンダール内中小峠、ユンモールド、その外にモーター・リヒも続いています。外からスピンガー・アンダース、そしてルカ・ランピーヒと少し離れて最後方、こういった体制です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は現在オスモブッドでちょっと離れてアレン・オブ・ミランテ、その後ろにはシックス・ペンス。前半の 1000m を通過しました。58秒台。その後ろからベズメン・ミーに、内の方チャンネル・コンベル。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はオスモブッドで、リードは4馬身、これを追って2番手にアレン・オブ・ミランテ。ロンダール差を詰めてきた。そして間からフィンガー・アンダース、ベズメン・ミーに差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。先頭ここでアレン・オブ・ミランテ、内アレン・オブ・ミランテ食い下がる。残り200、シックスペンス、わずかにリード。外の方からベズメン・ミーに一頭抜け出した。続いてベズメン・ミーにモーター・リヒコ、シックスペンス、今ゴールイン。勝ったのはシックスペンス。続いてモーター・リヒコ、勝ちタイムは1分45秒4。勝ったのはシックスペンス。サツキショートライアルスプリングステークス、上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のヒップスペンス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。オスモブッドで花に立ちました。それを追ってアレン・オブ・ミランテ、2番の位置、夏沿いを回るのはヒップスペンス、ファンタシーほど遅れてチャンネル・コンデル。外外を回りましてベズメン・ミーに、そして黒いレンコはロンダール。外外を回りましてスピンガー・アンダース、夏沿いを回るのはユンモールド、モーター・リヒも続いています。そして少し離れてルカ・ランピーヒも、これが最高峰です。こういった体勢です。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はオスモブッドで、2馬身後方にアレン・オブ・ミランテ。前半の 1000m を通過しました。58秒台、4馬身ほど遅れてチャンネル・コンベル。夏沿いを回るのはシックス・ペンス。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はまだオスモブッドで、その差1馬身。2番手追走はアレン・オブ・ミランテ、8番ロンダール、ここで上がっていった。そして間からフィンガー・アンダース、残り400を切った。チャンネル・コンベル差を詰めてきた。さあここから直線、シックス・ペンス3番手まで上がってきた。チャンネル・コンベル上がってきている。ベズメン・ミーに現在4番手。さあ残り200、オスモブッドレアわずかにリード。シックス・ペンスあっという間にかわして先頭。これは大激戦、横1列3頭もつれてゴールイン。モーター・リヒコわずかに先着か。2着にベズメン・ミーに、勝ちタイムは1分45秒5。勝ちましたのはモーター・リヒコ。サツキショートライアルスプリングステークス、上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。ゲートが開きました。人気のヒップスペンス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。オスモブッドでアレン・オブ・ミランテ、競り合うように出ていきます。2馬身後方にシックスペンス、青いレンコはチャンネル・コンベル。ベズメン・ミーに外から追う形、外から追走。スピンガー・アンダース、ロンダール、内を行きます。内中小峠、ユンモールド、その後ろにはモーター・リヒコ、そして最後方にルカ・ランピーヒコ。こういった体勢です。各ジョッキーの位置のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然
オセモグトでレースを引っ張ります。そのうちにアレン・ロブリランテ4馬身ほど後方にヒックスペース内を見るようにして別面2位に前半の 1000m を通過しました。59秒台並ぶように打ちチャンネルコンベル、その外にロンラール続いています。さあ3、4コーナー中間後続を引き離しにかかります。先頭はまだオセモグトレア、その差半馬身アレン・ロブリランテ並ぶようにして2番手ロンラール早くも上がっていきます。そして間からフィンガーアンダース残り400を切った。さあヒックスペンス動いた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ヒックスペンス早くも先頭を捉える勢い。先頭はオセモグトレア残り200を切った。内アレグロブリランテ一頭抜け出した。内からアレグロブリランテアレグロブリランテ伸びてきている。内外並んでゴールイン。勝ったのはわずかにアレグロブリランテ。勝ちタイムは1分45秒8。ゴール前接戦になりました。皐月賞トライアルスプリングステークス上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のヒックスペンスまずまずのスタートを見せています。先行争い。さあ何がいきますか。中からヒックスペンス出てまいります。アレン・ロブリランテこれを追走。アヒメの馬体オセモグトレア1馬身ほど離れて別面2位に内に並んでチャンネルコンベルジュンモールドラチドイを追走。2、3馬身ほど離れてロンラール外から差がなくピンクの帽子スギンガーアンダス黒い馬体はルカランピース最後方からモーターリヒとこういった体勢です。火花を散らす10頭。番長はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在アレン・ロブリランテその後ろオセモグトレアヒックスペンスしっかりと折り合っている。前半の 1000m を通過しました。58秒台その後ろ別面2位に内の方チャンネルコンベル。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はアレン・ロブリランテリードは2馬身これを追って2番手にオセモグトレアそして間からフィンガーアンダースロンガール差を詰めてきた。そして間からチャンネルコンベル各馬第4コーナーを回りました。ヒックスペンス早くも先頭を捉える勢い。オセモグトレア追いすがる。ここでわずかにオセモグトレア先頭オセモグトレア先頭続いてその外にヒックスペンス先頭はヒックスペンス一頭抜け出した。ヒックスペンス一着でゴールイン。勝ったのはヒックスペンス二着にはジュンゴールド。勝ちタイムは1分45秒4。勝ったのはヒックスペンス